はい、どうもおはようございます。オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算95日目ということで 5×19 の日でございますかね。はい、ということで今日もやっていきましょう。オレンジ先生はどこだ。今回はですね、3秒、今回も3秒です。1、2、3、そこまで。はい、今回はですね、95日目の日という字のところに隠れていましたということでね。まあ、今回はね、割と見つけやすかったのではないかなと思いますが、いかがだったでしょうか。はい、ということでね、今日もやっていきます。もう目標の100日までですね、残り5日ということで、本当にカウントダウンが始まってまいりました。皆さんと一緒にね、100日を迎えたいところでございます。ということで、続けていきましょう。カッコ1番が緑ヶ丘女子中学校、カッコ2が武蔵野中学校、カッコ3がフェリス女学院中学校からの出題です、というふうに基本的に入試問題から抜粋しております。今回のオレンジ先生タイムは3分9秒でございます。かなり早めですね。3分後半が平均ですから、まあ、2分台にはいかないけどちょっと早めということで、これを基準に制限時間は5分とさせていただいています。問題を移す時間も含めて5分です。はい、よければタイムなどご意見などご質問など気軽にコメントください。よろしくお願いします。最近ね、コメントくださる方が、まあ、徐々に増えてきましてね、本当にちょっとコメント欄もね、若干盛り上がりつつあるのかなと思ってホクホクしていますが、引き続きコメントよろしくお願いします。はい、白い紙とペンも用意してください。よろしくお願いします。はい、それではやっていきましょう。3、2、1、どうぞ。
はい、そこまでにしたいと思います。まだ解きたいという人は一旦動画を止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは答え見ていきます。ドン。カッコ1が5、カッコ2が323、カッコ3が14分の1でした。いかがだったでしょうか。それでは解説見ていきましょう。カッコ1番ですが、もうこれはね、まあ間違えちゃいけない系の問題です。基本的な小数分数混合問題、しかも、まあ、計算量も少ないということで、まあミスっちゃいけない問題ですね。しかもまあ綺麗な整数になるので、比較的計算も楽だということです。はい、まあ、特に過分数に直して掛け割りしてくださいというぐらいしかないですかね。順番間違えないように僕は、こういった問題でもですね、逆トーナメント表を書きますというところで、特に、込み入った工夫はないかなと思います。はい、カッコ2番、これね、まあ、普通の割り算で、まあ、113,373÷351 を筆算でやってもいいんだけど、僕はこれを、分数として表現して、約分をする形で解いていきました。なんでかっていうと、まあ、113,373÷351 を筆算でやったらわかると思うんだけど、351が何個入るか。そしてその後351かける、まあ、1桁っていう掛け算とかをしていかなきゃなんないってことは、扱う数字があまりにも大きいよね。351が何個入るかっていう予想を立てたりとかさ、351かける、まあ、8とか9とかするっていうなった時に結構計算めんどくさいんですよね。うん、それだったら351分の、113,373、つまり分子割る分母ですね。割り算っていうのは分数の形にできる、分子割る分母っていう形にできるから、じゃあ351分の113,373っていうところから徐々に約分していったら数字が小さくなっていくよね。うん、そっちの方が、まあ、最終的に、計算が楽になるのではないだろうかということで分数でやっています。で、ここで、重要になってくるのが、共通して何で割れるか、まあ、つまり約分ね、の見極め能力っていうところですよね。まあ、113,373とか351とか、やっぱり数字が大きいから、何で割り切れるかっていうのが、まあ、頭の中だけじゃね、ちょっとわかりにくい。そこで役立つのが、倍数の特性ってやつですね。何で割れるかっていうのの見極め方。で、ここで、まず9では割れるんですけれども、9の倍数の特性覚えてますかね。各位の和が9の倍数になる。だから、例えば351だったら、3+5+1が9ですよね。だからこれは9で割り切れるから、351自体も9で割り切れる。そして、この113,373も、1+1+3+3+7+3。これが18になると。で、18っていうのは9の倍数ですから、この113,373も9で割り切れると。判断できるのね。こういった何とかの倍数の特性っていうのは、まあ、7以外かな、2,3,4,5,6,8,9 あたりはしっかりと暗証できるように、すぐパッと言えるようにぐらいは覚えた方がいいですね。はい、ということで、まあ、9で割り切れると。そして39分の 12,597 になります。で、さらにここで3の倍数の特性が使えます。3の倍数の特性っていうのは、各位の和が3の倍数であればいいとね、だから39だったら 3+9 が12、これ3の倍数。そして、12,597、これも 1+2+5+9+7、これが24かな、24になるということで、これも3の倍数ということで、お互いに3の倍数の特性を満たしているということは、どちらも3で割り切ることができる。はい、割ってみると13分の4199。あとは13もこれ素数になっちゃったので、まあ、13の見極め方も実はあるにはあるんだけど、別にそれは暗記事項じゃないので、単純に4199を13で割ってあげると329。まあここら辺はね、まあ、筆算使ってもいいし、暗算でできるレベルでもあるのかなと思います。はい、まああとはね、この4199÷13ぐらいだったら、まあ普通の問題になりますので、ここはパッとやっちゃいましょう。はい、ということで、まあ、約分を使うとですね、うまく約分していくと、この6桁割る3桁っていうのがスケールがどんどん小さくなって、最終的に今回だと4桁割る2桁っていうね、まあ2桁もしくは1桁落ちするわけですね。はい、ということで、まあこう約分で割り算をする、まあ分数の形にして約分をして割り算をするっていうのも、まあ使えるというので、まあ一つね、筆算だけじゃなくて、こうやって分数にして割っていくっていうのも、約分して割っていくっていうのも一つの手段として持っておくといいでしょう。はい、カッコ3番です。はい、カッコ3番は、もうこれは分数しかない問題なので、まあ、カッコ1と同様、間違えちゃいけない問題です。順番も大して難しくないですよね。小括弧があるから、そこを優先的にやろうよというところで。はい、特になんか、通分でも難しくなく、特に工夫もいらないので、まあ、これは一つずつ焦らずですね。焦らず、ゆっくりだけど無駄なく計算して、
計算ミスなくというところですね。はい、ということで僕は3分9秒でした。皆さんはいかがだったでしょうか。よければコメントで教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで以上にしたいと思います。勉強になったなという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。